はい、こんにちは、横山武史です。Facebook で初めてお会いされて、こんなにドアップでいきなり喋ってるわけなんですけど、なんかそうですね、どういう方が見ていただけたらいいかな、僕の名前を聞いたことがある方とか、本読まれた方とか、近未来の情報が好きな方とか、あとこれからいろいろ天変地異やら経済的にもなかなか大変な世の中になることが分かっていて、それで何かどうにかしたいなとか言われている方にはお役に立てるかなと思います。で、じゃあどういうふうになるかっていうと、僕は心と経済、経済というかお金っていうか、そこって比例してると思うんですね。だから心も綺麗であればお金もついてくると僕の考え方、それに違う、それは違うよっていう人もたくさんいるのも分かってるんですけど、僕はそんな感じがしてます。お金だけじゃなくて友達とかね、だから魅力っていうものがあれば、その人から教えてもらいたいにもなるし、そしたらお金も入ってくるし、そして友達も集まってきたりとか、いろんな友達仲間とかね、だからワンピースのルフィとかドラゴンボールの孫悟空とか、そういうのも一緒なもんだと思います。別に仕事してないのにね、暮らしていけてる、じゃないですか。それはいいんですけど、だからそういうような、魅力的に生きたいなとか、で僕自身もそういう風になりたいし、そういう仲間をいっぱい、仲間が一緒にいたら面白いかなと思って、で、ちょっと怪しい話っていうか、僕の勝手な話になりますけど、そうですね、魂革命で人々を幸せにするのが僕何のためにというか、志っていうところで一番大切にしてます。魂の革命、だから魂の革命っていうのがさっき言った魅力的になることっていうところなんですけど、それでだから世の中で何が起きても、どんなことが起きても、魂っていうか心っていうか、成長してれば考え方が全てを笑いに変えたりとか、全て感謝に変えれたりできたら、それでいいと思うんですね。何が起きようとクリアできる、そういうふうな人には経済的にもその人も豊かになってると思うんで、であとですね、じゃあファイは何のためにっていうのが、魂革命で人々を幸せにするためっていうのがあるじゃないですか。その下にファッとどういうビジョンっていうかあるかっていうことなんですけど、そういうような自分になりたいし、そういうような仲間がいたり、日本があったり世界中があったら、それが最高だなと思うビジョンがあります。じゃあどのようにっていうのが、どのようにハウですよね。ファイ、ファッと、ハフですけど、どのようにしていくかですけど、それがこの Facebook であったりとか、あと僕メルマガもやってますんで、この Facebook でいいねを押していただくとか、メルマガを、下にもあると思うんでね、横山武史.com、そちらを見ていただければと、思います。そちらで僕自身もハウを表現してますし、あなたにも何かしらのお役に立てたり、きっかけになれたら嬉しいなと思ってます。以上です、ありがとうございます。